こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、日経平均を分析してみたといった内容で情報発信をしていきたいと思います。まあね、指数の、ね、関連のですね、分析につきましてはあんまりね、視聴数が伸びないこともあるんですが、今回はですね、あえてですね、分析してみることにしました。というのはですね、初めてと言ってもいいぐらいですね、日本政府が、韓国に対してですね、制裁をやるということでですね、ちょっと記念といってはなんですが、日経平均に、ね、どういうふうに影響するかなというところで、記録という意味でですね、動画にしてみました。まあね、私元自衛官なんですけども、レーダー照射問題とかもありますし、で北朝鮮に対するですね、背取りの疑惑もある、ね、韓国に対して、軍事転用もね、軍事転用の可能性があるですね、半導体関連のですね、材料に対してですね、規制をかける、あるいはホワイト国の、ね、認定を解除するというのは、ね、非常に、ね、有効なことかなというふうに、ね、思っております。分析時期につきましては2019年4月4日時間軸についてはスイングとなります。本動画を視聴する際の注意事項になります。ご確認ください。はい、ということでですね、早速分析の方に入っていきたいと思います。現在ね、ご覧のチャートは2019年4月4日現在の日経平均のですね、月足チャートになります。まずですね、テクニカル指標の方から確認していきましょう。ストキャスティクスですけれども、現在ですね、微妙な感じですよね。 50% 付近で、買いサインなのか売りサインなのかよくね、分からない状態になっております。これでね、ちょっともみ合いになっていくのかなというね、イメージを持っております。RSI もね、同じですね。 50% 近辺でもみ合ってるというか横ばいになっているので、これから、ね、上に行くのか下に行くのかね、ちょっとまだよくわからない、テクニカル指標からはね、よくわからないなという、ね、状況になっております。テクニカル指標のですね、分析につきましては以上になります。引き続きですね、チャートの分析の方に入っていきたいと思います。まずですね、いつものようにサポートとレジスタンスについてですね、チャート上に描画していきたいと思います。まずですね、サポートの方から確認していきたいと思います。サポートにつきましてはですね、まずは1万6000ですね、1万6000付近に今意識されるサポートが存在しているのかなというね、認識をしております。あとですね、2万円ですかね、2万円付近が意識されていて強いサポートになるのかなというね、イメージを持っております。続いてですね、レジスタンスなんですけれども、要は2万3000円とね、2万4448円というね、高値が、月足チャートからね、レジスタンスとして確認できるのかなというね、イメージを持っております。それではですね、このところここの部分でですね、安値が切り上がって、高値超えてきてますので、目標株価の方ですね、エリオタドので目標の株価の方を出していきたいと思います。では事前に描画した、ね、映像の方を出していきましょう。これ下げ止まっていて、ここからこの、ね、高値を超えてきているんですが、第3波が終わって第4波、第5波まで、ね、到達しているのかなというところですね。でここまで、ね、到達することが予想されるんですけども、ちょっと、ね、最近相場が弱かったんで、もしかしたら到達しないで、もう終わっている可能性もありますね。このまましっかり伸びていけば、高値を超えて2万8000円近くまでね、行くというアウトプットがね、この状況から出ております。月足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりましてですね、現在ご覧のチャートは2019年7、7月4日現在の日経平均のですね、主要指標となります。早速ね、いつものように RSI の方から確認していきたいと思います。RSI につきましてはですね、50% を超えて、買われすぎ水準の、ね、80% 近辺まで来たんですが、そこから、ね、調整が入ってきまして、今、ね、50% のポイントまで、ね、調整してきている状況であります。でもう一回、ね、80% のところまで行って、上昇が始めればですね、上昇トレンドの傾向なのかなというところなんですが、この時点では、ね、ちょっとわからないというか、まだ発揮しないという状況であります。RSI のですね、分析につきましては以上になります。
信用残についてはですね、日経平均にはデータがないので、割愛いたします。引き続きですね、チャートの分析の方に入っていきたいと思います。まずですね、月足で分析をいたしました。サポートとレジスタンスについてですね、週足のチャート上に描画していきたいと思います。はい、今ね、描画したんですが、今この状況を見ていきますと、このねトレンドラインを今ね、割ってきているね、状況であるのが分かるかと思います。ということでですね、このね、トレンドラインを割った場合の目標株価ですねの方をですね、出していきたいと思います。まあ、見積もられる値幅としましては、トレンドライン割りで、ね、見積もられる値幅としましてはですね、この黄色い矢印の値、ね、幅分、ね、下落することが、ね、予想されますので、この、ね、下落した起点、この下落の起点からですね、目標株価の方を、ね、出していきたいと思います。そうするとですね、大体この位置なので、大体17,500円あたりまで、ね、下落されることが予想されるんですが、今現在ですね、そこまで到達しないで、まあ、戻してきているという状況であります。でこのままね、戻さないでいくと、この抜けが騙しということになってですね、24,448円のあたりまで、戻すことも、ね、予想されるのかなというところがですね、週足チャートから読み取れるところであります。週足の分析につきましては以上になります。はい、時間軸変わりましてですね、現在ご覧のチャートは2019年7月4日現在の日経平均のですね、日足チャートになります。早速ね、RSI の方から確認していきたいと思います。RSI につきましてはですね、50% 抜けてきまして 80% 近辺まで行ったんですがね、そこから垂れてきまして、50% 意識されてですね、切り返してきているという状況であります。まあ、この状況をね、見る限りはね、この RSI、日足の RSI につきましてはね、角度もついてますし、まあ、月足やですね、週足の、ね、RSI の状況と比べてもですね、上にね、まあ、はっきりと、まあ、やや、ね、上に強い状況と言えるのかなというね、イメージを持つことができるというふうに思います。RSI のですね、分析につきましては以上になります。引き続きですね、チャートの分析の方に入っていきたいと思います。まずですね、月足とですね、週足で分析をいたしました。サポートとレジスタンスについてですね、日足のチャート上に描画していきたいと思います。はい、今ね、サポートとレジスタンスね、描画したんですけども、このねチャートをね、引きで、見ていきますと、まあ、サポートがねもう一本引けるのかなというねイメージを持つことができると思います。まずそのねサポートを引いていきたいと思います。まずね、2万1000あたりですね、サポートが引けるのかなというイメージを持っております。2万1000をね、価格帯見ていきますとね、結構ねサポートとして意識されて機能しているのがね、確認できるのかなというふうに思います。あとですね、もう一つですね、今度はレジスタンスがね、引けるのかなというねイメージを持っております。その、ね、レジスタンスを引いていきますと、まあ、2万2000付近ですね、2万2000付近が引けるのかなというところですね。ちょうどね、2万2000については、まあ、サポートとしてですね、機能することが多かったんですが、まあ、サポートとして機能するイコールですね、レジスタンスとしてもね機能する傾向が強いことからですね、まあ、2万2000は、ね、レジスタンスとして機能するかなという、ね、イメージを持っております。でですね、ここでまあ過去の、ね、事例を見ていきますと、まあ、揉み合いについてはですね、1000円の、ね、レンジで揉み合うことが多いのかなという、ね、イメージを持っております。ここは違うんですね、ここですね。なので今回も、2万1000を、ね、上抜けしてきてますので、2万1000から2万2000円の、ね、レンジになるのかなという、ね、イメージを持っております。ということでですね、多分今回は2万2000円ぐらいまで戻してくるのかなという、ね、イメージを持っております。あとですね、今回については2万1000の、ね、下抜けしたんですけど、1回下抜けしたんですが、まあ2万円まで届かずにですね、2万200円ぐらい、2万300円ぐらいで切り返してきてるんですよね。でこれがね、下抜けの騙しと捉えられているのかなというふうにね、イメージをしますと、過去もね、ここでですね、下抜け失敗してるんですよね。で下抜け失敗した時は2万2000で止まらずにですね、2万3000まで回復してきているので、出ますよね。であとここもですね、ここもですけども2万2000を割ってきてるんですけども、ここでも失敗しまして、
最終的には2万4000枚到達していることからですね、もしかしたら、今回もですね、2万3000円まで到達する可能性があるのかなというね、イメージを持っております。まあ、日足のですね、分析につきましては以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、日経平均を分析してみたといった内容で情報発信をしてまいりましたが、いくつかですね、皆様のためになれば幸いです。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしかったらですね、チャンネル登録と高評価の方お願いします。金ちゃんビビエチでした。